カーズミートウェブをご覧の皆さん、ラブカーズ TV 川口学です。今日はレクサスの新型 NX、 そのトップモデルといえる NX450H プラス、こちらをご紹介させていただきます。皆さんご存知のように、このレクサスの新型 NX としては2世代目にあたるモデルということになります。レクサスには様々なラインナップありまして、この他にも最もコンパクトな UX という SUV があって、さらに上には RX、 そして最近ワールドプレミアされた LX というモデルがあって、この NX というモデルは UX と RX の間に位置する、まあ、いわゆるですね、一番いいところにあるミドルサイズの SUV ということになります。で、実際にボディサイズ見てみますと、このような感じで数字が出ているかと思いますけれども、以前に比べるとやはり一回り大きくなってゆとりを手に入れたということがわかります。そしてデザインをご覧になっていただいてお分かりの通り、現代のレクサスのデザイン、これを最も色濃く反映している、そんな一台にもなっています。というのも、この NX、 次世代レクサスの礎というふうに位置づけられているモデルですので、様々な部分に新たな取り組みが実現されている一台ということになるわけです。そしてそれを感じさせるのがこのエクステリアということで、非常に印象的な、これまでもレクサスはデザインでかなり攻めてきましたけれども、それが昇華されてきたなということを感じる、そんなエクステリアデザインになっています。非常に面の使い方が複雑で、そして精巧な感覚を持っていてというところが特徴になっています。一方でインテリアですけれども、ご覧になっていただいて分かりますように、ドライバーをぐるりと取り囲むような感じのメーターパネル、そして巨大なモニターが印象的なインテリアになっています。もういかにもデジタライズをされたインテリアという感じで、特にこのモニターは相当に大きいですから、視認性も高いのはもちろんですけれども、パッとインテリアを見た時に、この車のデジタルな新たな感覚をイメージづけるのにかなり貢献しているものかなと言える部分ですね。それとドライバーを取り囲むこのような感覚というのは、手綱コンセプトというコンセプトカーのレクサスエレクトリファイドで実現された、そのデザインも少し感じさせるものになっていますので、その意味ではインテリアもまた新世代を感じさせる仕立てになっているというのが特徴です。そして今回試乗している 450H プラス、これがトップモデルということになるわけですけれども、搭載エンジンは 2.5 リッターの直列4気筒ということで、この4気筒エンジン、最高出力は185馬力、最大トルクは228ニュートンを発生するということになるわけですが、当然ここにレクサスのハイブリッドシステムが組み合わされてますので、フロントモーターが270ニュートンを発生します。そしてこの車の場合 AWD ですので、リアにもモーターが搭載されていて、こちらは121ニュートンを発生するということになります。そしてこの 450H プラスの場合は、大きなリチウムイオンのバッテリーを備えて、それに加えてプラグが用意されているわけですね。これでチャージも可能なプラグインハイブリッドという構成になっています。ですので今 EV モードで走ってるんですけれども、 EV モードだけでの航続距離が88キロというかなりの距離を走れるものになっているわけですね。加えてこの車、燃費は WLTC モードでリッター 19.8キロ、非常に優れた燃費を実現しています。そして車両重量2010キロと2トンを超えてますけれども、先ほどのパワーユニットモーターからお察しの通り、非常に力強い走りが特徴的で、今もこの道でアクセルを踏み込むと非常に力強い伸びやかな加速を味わうことができるということになるわけですね。しかも今 EV モードに切り替えましたけれども、 EV モードでこのアクセルを全開にすると、極めてスーッとですね、滑らかな加速が生まれて、ある意味ほぼ電気乗車といえるフィーリングを持っているわけですね。これが非常にいいところです。ですので非常に滑らかですね。それでいてレクサスですから、当然室内は極めて静かな
空間が作り込まれています。なので電気自動車の静かで滑らかで力強いという感覚に加えて、レクサスならではのこの静謐な空間が実現されていて、この世界観はやはりレクサスでなければ生み出せないものだなと言える、そんなですね車になっていますし、実際に輸入車のプラグインハイブリッドなんかと比べても、この NX450H プラスの方がもう一段抜けたレベルにある高級で上品な感覚を持った一台に仕上がってるなとお伝えすることができます。ですので皆さん、パッと見た目はレクサスのミドルクラスの SUV というところはありますけれども、乗ってみたらえって思うぐらいの滑らかな走り、そして静けさ、これに驚かされることは間違いないと思います。そのくらいインパクトの強い走りを持った車に仕上がっているというのが、この450H プラスの特徴と言える部分です。さあ、じゃあスポーツモードに切り替えてどんな感じなのかをちょっと見てみたいと思います。もう今スポーツモードに切り替えた途端にメーターのリングが赤くなって、いかにも走りそうだぞという予感をさせてくれてますけれども、このコーナーのあたりからちょっとアクセルを踏み込んでみたいなと思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。おー、だいぶ、あ、力強、速いですね。しかもエンジンの音が加わるんですけれども、走行感覚はもう本当に滑らかなまんま、むしろ電動駆動とほとんど差がないぐらいの感じの、そんなですね力の出方がありますので、極めてリニアな感覚にあふれてますね。いやー、でもスポーツになっても上品さが全然失われない、ここがいいところですね。しかもサスペンションがやっぱりよく動くなというのは、普通に走ってた時からそう感じましたけれども、ちょっとこうペースを上げてワインディングを右に左に行くようなこの状況で、よりそれが強く感じられるものになってますね。おー、いい、いや、これは本当よくできてるな。しかも今エンジンの音聞こえてますけれども、あれでほぼ全開なので、それでいてこの静けさというところですから、さすがレクサスと言えるところですよね。というわけで今回はレクサスの新型 NX、 そのトップモデルともいえる NX450H プラスをご紹介させていただきました。なおラブカス TV ではより詳しく取り上げていますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。ラブカス TV 川口学でした。